はい、見事優勝しました佐藤麻椰選手にお話を伺います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずは今の率直なお気持ちをお聞かせください。めちゃくちゃ嬉しいです。2020年4月以来、2年5ヶ月ぶりの優勝となりましたが、そのあたりいかがですか？はい、もう本当いつ優勝したか忘れてるぐらい、はい、時間が空いちゃってたので、なんかまさか優勝できるなんてっていう感じで、ゴールした時は実感なかったですね。だからもうファンの皆さん待ってたと思います、はい、そうですね、はい、皆さん手を振って、おめでとうって言ってくれたんで、今日は渡したい伊勢崎の選手だったんですけど、祝福してくれて嬉しかったです。皆さんの声が聞こえましたか？はい、はい、ではレースも振り返っていきます。スタートしっかりと先行していきましたね、はい、振り返っていかがですか？そうですね、ちょっと前回のここの初戦はスタートを失敗してしまって、いいところつかれなかったので、今日は反省点を見せました。しっかりとスタートを切って、序盤は4周あたりで3番手につけました、はい、前を追っている時、どんな思いだったんでしょうか？はい、ですね、いつ貢さんが来るんだろうっていう感じで、もう前ももちろん攻めなきゃいけないんですけど、後ろも気になりながら走っちゃってましたね。前と後ろと気になりながらだったんですね、はいはい、そして清水選手をさばいて先頭に立った時、はい、勝利は確信できましたか？いや、最後ゴールするまでドキドキしてました。そしてゴール線切った瞬間はどんな思いが込み上げてきましたか？いや、なんか優勝しちゃったのっていう感じで、はい、久々だったんで、なんかこの喜びを、はい、より一層感じられます。はい、さあウィニングランで皆さんの声が聞こえたということですが、はい、そこで実感できましたか？はい、はい、さあ見事、久々の優勝となりましたけれども、はい、近況のエンジン状態というのはどうなんでしょうか？前節から急に良くなってくれて、本当に連絡みして優勝戦にも連続で進出できるので、本当ここ2年ぐらいスタートだったんですけど、だいぶ結果も伴って気持ち的にも前向きになれそうな気がします。はい、本当に自信につながる優勝になりましたかね。はい、はい、次節は9月9日から浜松で行われるアーリーレース、はい、その後特別 G1 共同通信社杯プレミアムカップが控えています。はい、意気込みを含めてファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、久々の優勝すごく嬉しいです。またこういう風にファンの皆さんにいいレースを見せれるように頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。見事優勝決めました佐藤麻椰選手でした。おめでとうございます。ありがとうございました。